お久しぶりです。お元気かしら？どうも、お久しぶりです。ゆうすけとの離婚ぶりだから、1年ぶりかしらね。ちょっと、なになに？めちゃくちゃトゲのある感じなんだけど。そう伝わってるならよかったです。あ？夫を奪うようなあなたとは二度と連絡取りたくないんですよ。それじゃあ失礼します。あなたと LINE するなんて、時間と通信量の無駄ですから。ちょっと、そんな冷たい扱いしなくてもいいじゃない。せっかく律儀に報告してあげようと思ったのに、なんて失礼なのかしら。報告ですって？ええ、そうよ。私、あなたにものすごく大切なことを報告してあげるの。実はね、ゆうすけさん、いなくなったんだよな。え？いなくなったっていうのは、失踪とか？違う。失踪じゃなくて、亡くなったの。ゆうすけさん、急に天国に飛び立っちゃったんだよね。そうなの？ゆうすけが？びっくりだよね。いつもみたいに酔っ払って帰ってきて、それで朝起きたら亡くなってたの。念のため死亡解剖したら、日頃の不摂生による心不全だって。嘘でしょ？いくら不摂生って言ってもまだ30代なのに。いやー、でも、ここのところ毎日外食ばっかりでさ、家でもデリバリーかコンビニ弁当しか食べてなかったんだよね。え？あんたと離婚してから軽く20キロ太ったんじゃないかな。だから心不全でも仕方ないよね。20キロ？それは30代でもなくなるわ。この度はご愁傷様でした。わざわざ連絡ありがとうね。どういたしました。手の中で協力してくれるよね。え？協力？彼の遺産整理を手伝ってほしいのよ。ほら、彼ったらめちゃくちゃ稼ぐ若手起業家だったじゃない。だから遺産がすごくてさ、私一人じゃ全然整理できないの。だから前妻の私も手伝いって。ああ、どうせバツイチ独身なんて暇でしょ。バイト料として1日1万円出すから手伝ってよ。あいにくこちらは暇じゃないの。遺産整理が大変なら専門の業者に頼みなさいよ。いやいや、そんなのお金がもったいないじゃない。せっかく彼が残した5億円は全部私のものにするんだから。え、5億も？そうよ。これったら口座に4億も入っていたの。その他に住んでるタワマンもあるし、総資産は約5億円かしら。これが全部私のものになるなんて、妻って最高。悪いけど、全部あなたのものにはならないわよ。彼が亡くなったらその遺産、私が引き取った娘にも相続する権利はあるんだからね。おい、そんなの無視無視。遺産は全部妻の私が独り占めするんだもんね。あんたの娘には、ビタ一番も譲らないわよ。彼と血のつながった娘には正当な権利があるのよ。法定相続って知ってるわよね。そんなの私知らないもん。え？妻が知らないことは全部無視。よって遺産相続は全部私のもの。彼以外の文句は聞かないもんね。何ですって？そうそう、でも彼が亡くなったんだし、あんたの子供への養育費は止めちゃうからね。遺産も渡さないし、養育費も出さないっていうの？そうだよ。だって彼が亡くなったんだもん。仕方ないよね。あなたね、全部仕方がないで済むと思ってるの？養育費も遺産相続も娘の大事な権利なのよ。お金にごめんすぎてウケる。もしかして彼と離婚してから結構お金に困ってる感じ？は？やっぱりそうだよね。だって、洋子で小杉の旦那を私に取られたんだもんね。その上無理して子供まで引き取って、貧乏で当たり前か。子供を引き取るのは無理なんてしてないし、豊かではないけど貧乏でもありません。ゆうすけのお金がないと生きていけないあなたと一緒にしないだよ。はぁ？そういう強がりうざいんですけど。あんたもね。何ですって？もう話はこれでいいかしら？私は遺産整理なんて手伝う気もないし、何よりもあなたの顔すら見たくもないの。こっちだってもういいわよ。せっかく手伝ってくれたらお小遣いをあげたのにね。貧乏生活のくせにお高く溜まってるんじゃないわよ、バーカ。はぁ？
彼のタワーも4億の貯金も遺産は5歳である私が全て相続するの。子供への養育費もこれで打ち切りにしてやるんだからね。それはどうかしら。は？思っていた通りになったけど、まさかこんな早く亡くなるなんて。でもわざわざ連絡ありがとう。おかげですぐ手続きに移れるわ。それじゃあね。ちょっと待ちなさいよ。え？遺産は全て私のもので間違いないわよね。間違いだらけね。ほぼすべて私と娘のものになるわよ。あ、なんで？どういうことよ。私は彼の妻なのよ。妻だけど、妻なだけだよね。あなた名義のものなんて何一つないじゃない。それはこれから名義変更すればいいだけでしょ。このタワーは彼の名義から私の名義に、数億も入ってる貯金口座も全額私の口座に送金。それで全部私のものになるじゃない。あら、あなたは何も知らないのね。え？タワマンが彼の名義ですって？何言ってるのよ。あれはずっと私の名義のままよ。ああ、そんなわけないでしょ。このタワマンはユウスケさんが購入したの。あんたはそのタワマンから追い出された前妻じゃない。あんたの名義なわけないでしょうが、バカ。ええ、その通りよ。あんたに旦那を取られて、その豪華なタワマンから娘と二人を追い出されたわ。でもそのタワマンはね、実は購入するときに税金対策で私名義にしていたのよ。え？税金対策？そう。だから離婚を機に彼の名義に戻すか、愛さんの名義に変更してって頼んでいたんだけどね。めんどくさがり屋の悪い癖で名義変更までしていないみたいなのよ。え？そうなの？いつ変更してくれるのかと私は登記簿を定期的に確認していたんだけど、全然変更されなくてね。むしろあなたは登記簿確認してないの？仮にもあいつの妻よね。登記簿って何？そんなの知らない。ですよね。頭の悪さお察しです。じゃあ貯金はたまんためでも貯金4億は全部私のものになるわよね。私の口座に送金すればいいだけだよねって思いたいわよね。でも残念でした。離婚するときに貯金口座は全額私たちのものって決めてあるの。離婚するときにですって？私ね、彼はきっと早くに亡くなるんだろうなって分かってたの。え？彼の実家はもともと心臓が弱い家系だったし、何より仕事の付き合いだからって暴飲暴食の日々、私なりに健康に気を使った料理を作ったのに、それは捨てるし、そのせいで毎年健康診断にも引っかかってるし、すぐ亡くなるとしか思えなかったのよね。だからって、なんで貯金口座の残高が全部あんたたちのものになるのよ。そういう公正証書を作ったから。公正証書？ざっくり言うと絶対に破れない契約の書類よ。早くに亡くなって養育費打ち切りになったら困るから、彼が亡くなった時は口座残高全額を娘に送るって約束させたの。娘にも相続権利はあるし、その分込みでね。なんですって？じゃあ別口座を作るか、残高をゼロ円にしておけばいいだけだろ。なんて言ってたっけな。結局これをめんどくさがりのせいで別口座も作らず、たった一年じゃ貯金数億も使い切れなかったよね。そんなめちゃくちゃな契約なんてありえないわよ。私は彼からそんな契約聞いてないし、あと今出任せ言ってるだけでしょ。私もずいぶんめちゃくちゃな契約をしたなとは思ってるわよ。でもあなたは彼をせっつかせてくれたおかげで、ゆうすけったら深く考えずにサインしてくれたのよね。え、私のおかげ？毎晩早く奥さんと離婚して、私と結婚してって彼に迫っていたじゃない。そんなあなたのためにゆうすけは言われるがままにサインしてくれたわ。おかげで私たちにとって有利に進んだわ。じゃあその無茶苦茶な契約も私のせい？あとはあなたのめんどくさがりな性格のせいね。前妻として彼の性格を把握しているつもりだけど、まさかここまで思い通りになるとは思わなかったわ。私、作詞とか向いてるのかしら。ふざけんな！こんなの私は認めないんだからね！あなたの承認なんて求めていませんので。たまは名義があったってことなら譲ってやるわ。でも4億の貯金口座は渡せないわよ。私は彼の今の妻なのよ。そんな私が1円ももらえないなんておかしいのよ。別口座に移動もさせず、飲み歩いてた天国の彼に言ってくれる？
こちらはちゃんとした公正証書があるんです。だからそんなもの私は認めないの。口座残高が全額あんたたちのものなら今すぐ0円にしてやるまでよ。え、彼の遺産4億は5歳の私のものなんだからね。あんたに渡る前に全額口座から引き落としてやるんだから。すでに送金済みです。え、彼が亡くなった報告を受けて、彼のご両親立ち会いのもと早速送金してもらいました。もちろん私の口座にね。ご両親ですって。公正証書では送金の立ち会い人として彼のご両親を指定していたの。口座の暗証番号はご両親が彼から聞いてたし、あっという間に送金してくれたわ。嘘でしょ、なんでそんなに早いのよ。びっくりするぐらい早いわよね。あくまでも送金できるのは彼のご両親。送金の金額なんてどうとでもごまかせるのに、律儀に全額送金してくれたのよ。本当に口座からお金が消えてる。ついさっきまでここに4億円入っていたのに。やっぱり義両親にとって孫は息子の形見みたいなものだものね。全額送ったから今まで通り月1回は孫に会わせてくれ。頼まれたわ。手なずけるなんて言いがかりね。離婚した後もいい関係を続けてる素敵な前妻、どれも呼んでちょうだい。ふざけんな。いいから私の数を返しなさいよ。たまも手に入るんだから。1億、いやせめて1000万でもよこしなさいよ。嫌です。そんな。これで遺産整理の手間が省けたわよね。むしろあなたにとっては楽になってよかったじゃない。私に感謝してちょうだいね。はぁ、それじゃあこれで失礼します。タワマンは売りに出しますから、今週中に出て行ってくださいね。アイさんは絶対に出て行かないとタワマンに引きこもったので、最終的には警察を呼んで追い出しました。その後すぐに売りに出し、帰る場所がなくなったアイさんは実家に戻ったと聞いています。しかし今まで散々、私は若手企業の妻になったんだなどと地元へ自慢していたらしく、一文無しの未亡人になったことで、あることないこと噂され、かなり肩身の狭い思いをして暮らしているそうです。